じゃあもうちょい待っていいですか <laughs> 前も当たりから10台前も当たりからスイスイってこと、ね、ああなるほど,なるほど高速か、ね、じゃあなんだろうは、ね <laughs> <laughs>

なんだこれやこっちからしか俺呼びかけないからね、うん、こっちからしか呼びかけないからね、うん、はいどういうことでもでも,で,でもこう向かうだからあ,あじゃあ俺こ下から呼びかけるか <laughs> 体子供向かんやばいやばいえっと今日は 今日は今日は聞いてる今日は今日はコソトロの僕と <Hey. S 1>、えー、引きこもりのあなたと <Hey. S 1>、えー、の、えー、エチュードみたいですよ。うん、みたいですね、はい。最後のセリフが「出てきなさい」「出てきなさい」「出てきなさい」はい「それ誰あ,あなたが言いますか?」 そうしましょうか。そうしましょうか。いいですか。じゃあ。いいですよ。えー、<laughs> 出てきなさいまで。5秒前、違うわ。出てきなさい。<laughs> 最後か。か <laughs> <laughs> よし、行きますよ。はい。じゃあ、俺、本当に嫌なんだよな。こういう。あの、暗い、暗いとこ使う。ああ、嫌だな。失礼します。 失礼しますって言わないか、普通。いや、失礼します。いや、やっぱ失礼しますって言わないか。ごめん、ごめんください。もう違うか。誰もい,いないんだよな、ここな。えー、何取ったらいいんだろう。あと、歯ブラシ、歯ブラシはいらねえか。あ、こういうやつだなネックレス、あピアス、おとお、時計あんじゃん。おい,いじゃんい,いじゃんい,いじゃん。この辺をごっそり。 これ取っていけばいいんだなはいはいオッケーオッケーあと何があるのかなテレビかテレビねちょっとでかいよなテレビはテレビ台にしとこうかなもっとでかいかでかいやつダメだなあ今度からはでかいやつをどうやったら持って帰れるかを考えなきゃいけないなじゃあ、うん、今日はもう小物だあおーおー これなんだ。あお茶か。うんうん、うなんもないもんこれ。うん、え？うん？うん、あ？待てよ待て待て,待て誰かいる？誰かいるなこれ。ちょっと呼び隠れやた。

ちょっと落ち着いて落ち着いていいいい落ち着いてあああじゃこのちょっとちょっとちょっと聞いて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 このお家の人でしょこのおうちの人ねこのおうちの人あなたこのおうちの人あそうだよね僕は違う泥棒違う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 そこも違うそこも違うの僕のおうじゃなくてあのあなたのおうですよねここはそうそうなんですけどそうなんそうなんですよだから僕はい違うんですけどその違うんですよ僕も泥棒とかじゃなくて うん違うんです。じゃあ電話しようじゃい誰に電話すんのえ、警察。ダメだよ、そんなの。ダメじゃないけど。違う。ダメじゃないけど。違うの。違う。ちょっと話を聞きなさい、一回ね。いいじゃあ、ここのお家の人だったら、あんたちょっとお茶ぐらい入れたらどうなるんですか入れてきなさい、お茶ぐらい。一回落ち着こう、二人で。 じゃあ違うだから <laughs> まあまあじゃあじゃあもういいよじゃあ泥棒でもいいよじゃあもうもういいよ、うん、とにかく俺はお茶が飲みたいからお茶をあなたおもてなししなさいよお家の人なら普通,通そうするでしょ無理だもんなんでだってこの部屋から、うん、出れない出ればいいじゃないか すぐ隣あそこに冷蔵庫にあのお茶はあったからあああったからじゃん見てない見てないけど<生>ある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 ,<生>ある,ある大体ある大体あるからねだから、ええ、出れないんだってば出れないな意味分かんないなもうそこ、ねね、歩けないってこと、うん、歩けるでしょ今もう泥棒っていう時に思いっきり立ってたじゃん大丈夫ですよでも、うん、この部屋から出れないってば だよそれもうけわかんねえなもうじゃあもう自分で入れるからあタ<ー>タンパタンはいお茶ありがとうで何、まあ、まあちょっと俺も落ち着いたからさだいぶ見えてきたけど <laughs> 何この部屋から出るのひもあれひき,きこもりかうーんまあ 引きこもりって言ったら流行りに乗っかっちゃってる感じ流行ってんの今流行ってるじゃんかもう10年ぐらい前から <laughs> ねえ、うん、流行りに乗っかってるからってかっこいいわけじゃないんだよわ<や>かるうんうんいや別に流行ってるから引きこもってるとかじゃなくてなよ何よじゃあうん、うん 出たくないから引きこもっていやみんなそう言ってんだよ、うん、あの流行ってるやつらは乗っかってるやつらは同じこと言ってんの、うん、なんて出たくないから、うん、別にいいじゃんあんたに関係ねえじゃんとかそんなん言うんだようんそうじゃん <laughs> だから今それが流行ってるっつってんだよ、うん、ねあなたは今流行りの最先端を言ってるんですうんわかりますちゃんと流行に慣れてんだそうそっか イコールダサいの。えダサいっつうの。ダサい。じゃ、今な、じゃあ。じゃあ今何、今、な何をしたら。ダサくないんですか。うん、それは、あんた、あれも。ポケモンゴーだよ。うん、何それ。ポケモンゴー、誰もやってないんだから、今。ポケモンゴー。あ,あ。三年前に流行ったんだよ。え。ポケモンゴーってな。知らないだろう。うん。あ、まあ、じゃ、三年以上引きこもってたわけだ。十年。 10年引きこもってんのかそれは知らんわな。で、タマゴッチかタマゴッチは知ってるかうん。デジモンまで知ってる。デジモンまで知ってるかあの時は外いたかうん。ああなるほどなるほど。ああ、ポケモン GO ね。そう、あるんだよ、ポケモン GO っつうのが。また、タマゴッチとかデジモンみたいに流行ってるやつがあんのじゃあ、それやろう、一緒に。おお。やろういいよ。うん。ああ、じゃあ、これ、俺の、まずやっていいよ。これうん。結構集めたからさ、今、レベル。 どれぐらいだろうなここでもやったのやってねえよ <laughs> <や>これを探しに違うよ違うよなわけねえじゃんポケモンな何意味分かってんのポケモン GO ポケモン GO このここにポケモンがいたら捕まえればいいんでしょ知ってんじゃんかもう知ってただろ最初からいや大体そうでしょ大体いいそうでしょポケモンってお前世間知ってるないやポケモンは見てたよあそういうことうん そのポケモンがゲームになったらこんなんでしょって感じ天才じゃねえかお前え大流行したぞ3年前日本だけじゃないぞ世界中で大流行したんだよへえそうなんだじゃあここにもいるのかなポケモンいやそれはいただろうねさっきあのね捕まえたしやっぱりこれをしにここに入ってきたんだ違う俺じゃなくてね他の人がね他の人がそう入ってたんだよ先にはっ そうそうそう。もう一人いて。そいつが先に入ってて。ダメだよって、俺は教えたら、俺も入ってた。そういうのってあるじゃない。でも、分かってくれ。私もやりたい。やりたい。やっていいよ。これ捕まえてもさ、なんか、その場にいたら、また出現、あ、出現してんじゃない、今。ほら、ゆうさん。そうそうそう、そいつに向かってね、モンスターボールを投げつけてやる。うん。 やり方知ってるね。これをどうすればいいのそうそうそう、それでいい、それでいい。これを投げればいいのモンスターボールを投げる。ちょんてちょんって。そうそうそう。ああそうそう。ピッピ。ピッピ。ピッピがいる。ピッピがいる。ピッピ。電ボ。電ボ電ボって何おい、電ボ。電ボはポケモンじゃないよ。あさすがポケモンマスター。 知ってるね。いた。え捕まえた。捕まえた。捕まえた。そうそうそうやってやるんだよ。でもね、そうそうねほか捕まえた。いじゃあもうあれだ。隣のお家にもいるかもしれないから隣のお家行こう。これ持ってって持って行こうね。隣の家行こう。バイバイ。あれ？普通に行ったな。ねリビングにもいる。おん。うん。不思議だねがいる。おん。あのお父さんお母さんの部屋も行ってごら。うん。うん。海流がいる。 おおおお。はい。うん。はい。はい。ね。な楽しい。一気にレベル二十になったよ。いやすごいね。さっき一点五だったからね。すごくないこの部屋。この部屋にさ。すごいよ。今リビングだけで三匹捕まえたよ。そうだよ。うん。え。ねこの調子でどんどん捕まえていこうよ。全二カメ。うん。はい。おおいいじゃんいいじゃん。 もう、あれだよ。あの外行こうよ外。外。うん。えでもこの部屋にいっぱいいるよでも。いやいないもう。だいたい限られてくるから。うん。いるよほら。そうそうそう。ほピカチュウ。ピカチュウいた。ピカチュウ。うん。取って取って。ピカチュウいた。取っていいよ。取って。はい。いたいた。ああミウがいる。ああミウいるね。うん。 ミュウツーもいる。こんなにいるの？ゴルジ。いないでしょ。いる。え？いっぱいいるよ、これ。ちょっとおかしいんじゃない？携帯が。あ、すごい。ね、これにもこれ以外にももっと面白いのあるのかな。これ以外。最近流行ってるの。最近流行ってるの。最近流行ってるのある？いや特にわかんないけどね。あああるよ。あのコカコーラの販売機でさ、喋るやつがあるんだよ。え？うん。喋るやつ。喋る。ちょっと持ってきて。 ってれないよねどうしてもっと販売機だよ。どうして販売機だよ。泥棒なら持ってくれるでしょいや、泥棒じゃないっつうの。ああ、よく今、うんって言うとこだったよ。泥棒じゃないよ。泥棒だったら持ってくれるでしょ持ってきて。違うで宙でもやりたい。でも、お家から出れないから。なんでだよ。さっき部屋から出れないって言って部屋からは出れない。今、思いっきり部屋出たじゃないか。部屋からは出れたけど、外に出れないから。出れるよ。持ってきて。勇気を持ってちょっと出てみなさいよ。出して。ね 10分でいいから外出てごらん。どこに行こうかこら探しなさいよ、自分で。どこにある自分で探しなさいよ。学校の裏にあるから。学校の裏うん。それは面白いの面白いも何もそうだよ。方言だからね。方言うん。方言しゃべる。そう。販売機がそう。フフ ちょっと待っててうんパタンやれやれだぜ多分そんな販売機ないけどなあったよあったん何何何が何何何販売機盗んできたのうん はい持ってきたよコカ・コーラの販売機え？あった販売機がうんあった今、持ってきたよね持ってきた持ってきたよな、なに部屋引きこもって持ってきた筋トレしてたのいやちょっとためてた、筋トレしたんじゃないパワー尋常じゃないずっとためてたためてた十年間ずっとためてた あ、力ってそういうふうに貯めれるもんなのあ、そうなのちょっとやってみようやってみよう何を販売機販売機と会話していいよお金入れなきゃんお金ちょっとお金お金ないよお金なんかなんで泥棒なら持ってるでしょだから泥棒じゃないっつってんのないよ持ってきてお金とかおかしいでしょお金とかえだって150円 ないよ、小銭なんか持ってないよ、1万円とかになっちゃう一1万円さっき、あの、あそこから取ったあげるよ、はい。ちょっと1万円じゃ入らないじゃん、販売機に。だからどうしようもないんだって。諦めなさいよ。もう、どこにあるの小銭って。知らないよ。外に行けばあるのかなああ、もう早く出てけよ。ちょっと待ってて。 よしもうもうかぎめようガチはいなんだあの女よ販売機え手で持ってくるってどうんな腕力ありえねえよなあれピンあれピンポン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 ,ポン,ピ,ン,ポンピン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 ポンはい誰もいませんよちょっと150円持ってきたんだけど <laughs> ちょっと販売機に使わせてよ150円持ってきたんだから はーいセールスお断りでーす。ちょっと待って。待って。あげて。あげて。あげてよ。150円持ってきたんだけど。うるさい。販売機とおしゃべりしたいんだけど。帰ってください。ね明るい時間にしてください。ちょっと待って。あげて。ここ私んち。はーい、さようなら。だからあげて。うん。静かにしてもらっていいですかあげて。私がどうもう寝る時間なんで。ちょっと。私、150円持ってきたんだけど。うるさいです。うん。あっちのおばあから。 取ってきた <laughs> やめろそういうことあの、おばあから取ってきたんじゃよやめなさい<円>おばあから取るんじゃない私でも販売機使わせろうるさい、うるさいかわせろうるさいです、うん、ガチャ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 開けませんよ、そこは開けろ開けません開けろ十九八七六五四三。9 8 7 6 5 4 3ガチャ 失礼します。失ねえ,えねえ<笑><笑>ねえ <laughs> はい。電気つかないんだけどこれ <laughs>。電気うんだってコードちぎってきたからさ。ああ、半分いきのう。半分の。ののだよね。全然使えない。<うん S 1> ちょっと待って。 コンセント取ってくるからコンセント取ってこなくていいからちょっと待っててガシャンどうしようもう終わると思ったらいいななんであいつ入ってくんだろうピンバンピンバンピンバンピンバ。ンんだよ開けろ開けないよもう開けていやだっつってんだよコンセント持ってきたから持ってきたのか持ってきたから知らねえよ持ってきたから持って帰れよ元のこに直してこいやそのもんダメだよこれセキさんってやつからパクってきたん 返してこい。嫌だ。早く。イラミの席か。早く。さあ。返してこい。嫌だ。早く開けろ。開けません。早く開けろ。開けろ。うるさいです。でここはあ今日から私の家になりました。早く出てきなさい。話せばわかる。かるプロジェクトナイン。 えー、毎週金曜日こんばんは <laughs> <laughs> この番組は映像制作団体プロジェクト9が毎回深夜テンションでお送りするフリーダムなトークバラエティーです番組では皆様からのメッセージを募集しておりますメールアドレスは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp <laughs> ファックスは0989348653です また FM コゾではユーストリームとツイ i t t e にて映像と音声を配信しています。FM コゾのホームページからご覧になれますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、ぜひたくさんつぶやいてください。はい。えー、そんな中、今週のメッセージテーマ。はい。あなたはオリンピックを生で見る派録画で見る派でございます。メッセージをお待ちしております。<laughs> はい。んなことよりもね。はい。何ですか今日のエチュードは。うん。えはい。 ツイキャスから来てますよまず大塚賢治さんはいえ埼玉県新座市よりいらしてます埼玉県かはいえ僕らのエチュードを聞きながらねこのままやりきる番組斬新だな斬新ですねからの平常運転まあやっぱねびっくりするねこれそうですねラジオドラマとかも来てたよね確かああ ラジオドラマって BGM とか流れながらやるもんですよねさっき聞いたじゃないですかラジオくれてあれが普通なんですか、うん、<あ> BGM もなしでこのままやってるの多分すごいと思うありがとうございます、えー、新里あっちーさんもねこんばんは、うん、始まってるの始まってるそうですよね、えー、またあこれは 今日ツイキャス楽しんでお。京阪、京阪18世4名ちゃま4名見てるから今日ツイキャス楽しんでけふぴょんはいまあちょっとねびっくりですようんあなたの続けぶりに違う違う違うなんですか続けたのはあなたですよねまさか飽けると思わなかった あんな10秒も与えるからさ10秒カウントダウンした時に開けよったと思ったあそこで終わらせきだった私はでしょじゃあ俺もあの辺で終わるんだろうなと思ってたら「1九9って言い出すから「嘘そだろう。えと思ってなんかあっまあ確かに開けたくない開けなきゃってなりますね なったよ。開けなかった。負けな気がしてた。開けなかったらああ終わってたね。多分そんな感じでやってたんですああ、<laughs> 大塚賢治さんがえ次回1時間やりきってください。うん、多分、琉球新報に天才あ掲載されると思います <laughs> 事件事件マジですか？琉球新報はこんなことを掲載してくれるんですか？1時間もあれやった事件。どん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 開けてよ。<laughs> <laughs> <laughs> 沖縄の怖い話するぐらい怖いかもあ,あそうですね <laughs> もう大変でしたわいやー面白い <laughs> まあまあそんなああ新里あっちーさんスマホデビューして初めてツイキャスで見てますえー、すごい <laughs> 初めてをこれ見るスマホデビューでツイキャスもするってすごいですねえー、レベル高いそうですねスマホデビューそうだね <laughs> すごいねうです。私通訳の見方わからんもん。出たよ。出たよ。いまだにわから。んやってる側がわからないと、見たい人には伝わらないからね。じゃあ、通訳の仕方教えてください。はい、僕もわかりません。で。あの、まあまあ、こんな感じでね、毎週、こういう。エチュードというか。ね、台本なしでやってるわけですけど。どうでもいいんです、今。 はい。オリンピックですよオリンピック見てますかオリンピックなんでした今日の生で見る派録画で見る派録画で見るとかあんの録画するのそれも損それも損そも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 ね録画しなくないしないえでも録画する人いるのかないるのかなよっぽど好きなその競技が好きっていうことだよねかその時間見れなくてどうしても あその時間見れなくてで思い出したやるやるあいきよった生きよったきよった、はい、<laughs> きよったただいまヘムコザでは、うん、あいつも通り平常運転で CM に行って俺でございますございます、うん、なるほど

打線が沖縄の決勝もそうだったんですけどラジオで聞いてて車の嘉手納が逆転してそこから嘉手納が止まらないみたいな2回,2回ぐらいの話で、うん、そこまでは三里工業が点数取って流れ的にも勝つかなっていうやっぱ三里工業行くかって思ってたら、うん、カ手ナが追いついて逆転して止まらないみたいなだからまさにそれが今回出てうん。 ちょっとねそういうとこがあるんですね。<laughs> あ後から力がなんかか爆発する感じですか今回カデナはうんとね、いや、ビッグイニングを作る力を持ってる。うん、今回も1回で8得点でしょ。うん、うそういうのを,を持ってますね、嘉手納は。ここだって思ったときに全員が集中しだすっていう。 話せばわかるプロジェクト 9F モカイル生放送でお届けしております今週のテーマはあなたはオリンピックを生で見る派録画で見る派でございます引き続き皆さんからメッセージをお待ちしておりますおい皆さんどうですかケンジさんとかケンジさんまあね一旦置いといてはいあっちーさんあっちーさんあっ新里さんわかる私あだからか2回ぐらい外から見てた赤い帽子のトラウマナイトのファンですはいてかスマホデビューしたんですね おめでとうございます。ああ。え、これは誰?。何これ、誰?。あ、かわいいさんですね。はい。かわいいさん、前も来てたよ。うん、来てました。久しぶりです。へへへ。石浦さん、ゆきちゃん、こんばんちーすこんばんちーす。いいですね。はい。あの、漢字も間違いないし。ああ、あ、ゆき。ゆきちゃんっていう感じはね。 これはちょっとチャラさが見えないですね。なんでいいことさ。しっかりしてるとかね。チャラさが見えない。なかなか私の感じをちゃんとしてくれる人いないからね。うん。野球解説者さん。西浦さんのこと。俺じゃないでしょ。ミキサーさんじゃない。あ違うか。俺か西浦さんのことだった。どんなことどうですかちゃんと生で見れてます、オリンピック。あ、俺うん。 そうだから生で見る派録画で見る派の前にちょっとねあるんですよオリンピックやるやる詐欺何でやるやる詐欺って知ってますかやるやる詐欺やるやる詐欺はいねっ流行ってるじゃないですか生からややややるるる詐欺えっとね唯一追っかけてるのはうんとテニステニスは錦織だけは応援しようと思ってはい 錦織を調べるじゃないですかじゃあ木曜日の何時とかなるわけですよその木曜日の何時とかに見るわけですよやんないのでも BS でねでもそのチャンネルに合わせると上の方にその番組のあのねっタイトルみたいなの出ますよね「9時から何時何時から何時」 オリンピック西コル携帯誰々みたいなはいはいそれは出てるけどやってるのは柔道とかねへえマジか別のもんやってるんですよええそれ何それやばいっすねそれやばいよだからで柔道をね終わったらじゃあやんのかと思うわけですよ全然やらないんすよ柔道が終わってもはい夜中になりますよはいあ 夜中マジですかと、うん、でしかも BS 見ながら NHK もチェックしながらなんですよどっちかでやってるかもしれんと思いながらね、うんうん、でもやってないんですよどっちも、はい、そんな日を2日ほどやってたら、うん、な見たらね錦織、うん、の試合予定時間変わってるんですよ、うん、金曜日の2時とかになってるんですよそれは何で見たんですか それはインターネットのオリンピックリオ,ッリオオリンピック特集っていうのがあって<ー>それでいろんなジャンルの人をチェックして、うん、俺はそれで錦織をチェックしてる錦織、うん、の試合、うん、えだから最初は木曜日の2時とか、うん、これだから夜中ですよ、うん、でやんなくて木曜日中やらなくて <laughs> <laughs> やらず次見たら三回戦ですよ。はい。三回戦って書いてるんですよ。はい。一回戦終わって二回戦で三回戦。木曜日の二時ですやりません。はい。なんやねんと思ってたら、ああ木曜日の夕方ぐらいに気づいたら、金曜日の二時って書いてあんの。うん。ね。うん。こんなことってあるんですか。それは何？試合がもう延長延長。 そうういこだから前の試合が終わらないとかなら分かるけどこれ延期してない日試合を試合自体を延期してるってことですよねじゃあでもそれありえるんじゃないですかありるのテニスだけテニスあとは予定通り始まってませんか天候ってやっぱ天候天候とか外でやってんの分からないハードコートって外であるハーードコト うん、あるありますありますあ,ありますか、うん、あれ <laughs> あれはね <laughs> 困っちゃうねでもテニスぐらいじゃないですかこんな予定が変わるの、ね、予定変わるのなんでだろうねだって卓球とかもちゃんとやるもんね卓球は、ま、雨関係ないからねうん卓,、うん、卓球水泳センターコートあじゃあ時間が読めないんだな卓球はあ卓球じゃないテニスはテニスバラバラじゃん、うん 1>, うん、1時間で終わったり4時間やったりするじゃんはいあその前の選手とかが、うん、超長い試合したら、うん、あそうだね。もう今日試合できないでもそれって選手からしたらめっちゃあれですねきついよきつい、うん、今日に備えて万全にしてきたのに、うん、前の選手が長引いてできないってなった時のこのあし、うんはい、明日。した<日>、うん、もう帰っていいよ嫌 <laughs> だめっちゃ嫌だ今日はもう帰っていいよって思、はあ、い,いそれとかなんか。 雨降ったりとかして延期とか中断とかなったら雨はまあしょうがないよねあとはだからどういうどれぐらいで判断するかだよね審判団とかそっち側の人たちがこの雨だったらやるかいや中心するかいいんですよそういうことは大塚賢治さんいや 大塚県の西浦さんとゆうきさんですね名前知らずですみませんちなみにミキサーさんはどなた様ですかどなた様ですか <laughs> <laughs> DJ 森田<と>はいあえんざとあっちーさんうん ありがとうございます全く見ないで、うん、目覚ましテレビで結果をチラ見かな、うん、結果すらチラ見 <laughs> 確かに受ける、えー、結果すら <laughs> 目覚ましテレビの結果なんて本当に一瞬だからね <laughs> <laughs> 一瞬の一瞬の結果すらチラ見なのやっぱり朝何かやりながらなんでしょうね。あ、なるほどね。準備しながら。めっちゃ受ける。あ、まあわかるですね。はい、<laughs> そうですよね。オリンピックはヤフーニュースで結果を見る。でもなんかすごいですよね。<laughs> だって目覚ましテレビとか特ダネとか、うん、こうグッティとかお昼帯？はい はいとかに出てる人たちみんなちゃんと生で見てるそうだよだからあれやばいみんな寝不足じゃないですかやるやる先なんかされた日にはたまらんちゅうでもその他の見てるわけでしょこの柔道やってる柔道とかじゃ違うよ例えばさあのうな松岡さん修造松岡だっけ松岡修造そうだねはい松岡修造さんなんかさ 絶対テニス見ないといけないわけじゃん。うーんうんうんうん生で。うん。そっか。であの人多分めっちゃ忙しいから。うん。うん、そんな中やるやる詐欺されたら。で、ね、松岡さんは絶対西条と繋がってるから多分ラインしてるよ。ライン会。<laughs> <laughs> 最新情報分かってるよ、たぶん LINE で。マイケルちゃんとやってるんマイケルちゃんが錦織もね、教え子でしょ、コリコリ。きょうやるんば。やるんば。やるんば。やらんば。どっちだばってって、多分ラ LINE してるよ。そしたら錦がスタンプで、なんか、丸とかバツとか、なんか、スタンプで、淡泊にね、スタンプでやってる。勘弁してください、錦織が収蔵スタンプ使ってたら面白い。 やればできるわけですやれるやるミキヒコ佐藤さんオリンピックは NHK のリオ五輪のアプリで配信している無料動画で見てますよ無料で見れるんだそういうので見るんだね大塚健二さんえ、カデナ高校県内初優勝え、甲子園一回戦突破おめでとうですちなみに 出身は群馬です。前橋育英、7回に逆転され、複雑です。<laughs> ああ、そうなんだ。へえ。七回だっけ。ああ。そうか、そうか。<laughs> まあ、そうですね。え前橋育英は嘉手納には負けないっしょって思ってただろうね。ああ、まあ、ね。嘉手納も久しぶりなんですもんね、夏。あ、夏は初めてなんです。初めて。ああ、すごい。春1回かな。うん、うん、じゃあ、まさかね。 まさか負けるなんて沖縄中の沖縄にはやっぱねこれ内緒なんだけど内緒野球トラクしてる人たちがいっぱいいるから今結構広がってるのよこれは内緒ね小座だけに収めとけば大丈夫いや小ザは結構いるよ小座でトラックしてる人はええまあいるんでその人たちは勝った人は結構勝ったと思うよ俺はああ もしかして沖縄だけど前橋育英と対戦ってなった時に相手チームにかけたんだ違うそうそう相手チームにかける人が圧倒的に多いってことでしょ前橋育英だからだから県民だけどやっぱり勝ちをこの賭博の価値を考えた時に前橋にかけるってことでしょやばいこれれ以上言うな写真撮ららてるか <laughs> これは証拠を押さえられた <laughs> こいつらが、はい、野球とバクの話をしてるよっていうのを突きされるまああのー、昨日見た夢の話なんですけどね。はあそうですか。 夢のお話で県民だけど県民だけどお金の価値を考えて毎場所にかけたっていう夢ねじゃあ当はあは甲子園全体でかけてるんだけど沖縄だからやっぱ沖縄戦は特別にどうかけようかってまたかけ方が変わってくるのよそうよケンジさんケンジさん夢の話ですからね とにかく勝たなきゃ話に勝てるもだからいっぱい大勢がかけてれば勝ったとしても少ないわけよはいはいはい負ける額は一緒よ10万なら10万これ夢の話よ秘密の県民賞でも何でもなく秘密の県民賞はいねじゃなく夢の話っていうねそうだけどえ やっぱ掛け事ってなると少ない方にかけた方が割と価値があったりするわけです、うん、そこで取れたら、うんえー、例えば1人が負けて10人が勝ちました、うんうん、したら1万円を10人で分けなきゃいけないだけど逆,を逆はさ1人で勝ったらもう10万入っちゃうわけよ。 うんそこを多分狙いに行った方がいいんだよね。うん。まあ夢の話よ。本当に。はい。こう現実ではこういうことやっちゃいけません。いけません。うん。夢は OK だけどね。夢はもう何でもいいらしいですよ。夢ではあなたが2億ぐらい駆け出したからね。さあ乗るか乗らないかみたいな話。やばい。2億はちょっと勘弁してくださいよ。やってましたよ。はい次どこに当たると当たるの風な決まってる？どうなんですかね。 次はどこなんだろうね。秘密なんじゃないかな。秘密。かけしないようにみんなが。そうそう。遠くに走らないように。それもかけてるかもしれないね。次どことでしょうか。ええ。なんか。うん。今日はなんかあれですね。リスナーの多さを感じますね。あ、本当ですね。何でしょうか。写真も撮られるし。はい、うれしいうれしい。あ、まだ決まってないって大塚健二さんが。あ。試合は十六に結構開くんじゃね。 火曜日十六日はい。はい。大丈夫ですか。大丈夫ですかはい大丈夫です明日あどういも FM 交差では CM にいっておるでございますということでここからは本音トーク本音。野球とばっかってますか 野球タバックい勝てますちますよ多分勝ちますよ十六日あ今やり出しました十六日には勝てると思うあ本当はいなんで相手決まってないんだよ相手うんぬんじゃない相手うんぬんじゃないカデナが今流れ来てるはいはあらしいですよまあでもちょっとねカデナ俺さ三対一で負けてる時点で大丈夫だなとは思ってた うん、バッティングがいい。あの、選球眼が。うボールを見る、選球眼知ってる。うん。言ってごらんなさいよ、じゃ。ボールを見る。あ、俺が言っちゃったんだよな。言っちゃったんだよ。ボールを見る力。そう。え、選ぶ。そう。球を選ぶ力ね、選球眼。これ難しいのよ。 うん、ストライクゾーンっていうのがあるから野球にはテニスにはないでしょうス,ストライクゾーン、うん、自分で全部ストライクコースに持ってきて打つわけでしょ<い>テニスはねここが打ちやすいからそこにポジション取って打ち込むわけじゃない、うん、でも野球はバッターボックスっていうあの枠内に立たなきゃいけないその中で、えー、届く範囲をストライクゾーンと決めて、うんね、そこから先はボール球な でもボールとストライクギリギリのところをピッチャーは投げてくるわけですよ。うん、なので、うん、なのでね、うん、え難しいんですよ。選球眼が必要になってくるって話です。選球<挙>眼。<laughs> 男も女も大事なのは選球眼。話せば分かるプロジェクト9。 FM んこざい生放送でお届けしております。ビンゴの玉来たよ。え、来たね。ビンゴの玉。え、幹彦佐藤さん。佐藤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。え、相手チームに青森を振る舞えば、勝てなは勝てる。なんてこと言うんだ。そう、そもそも未成年。確かに。え。大塚健治さん。西浦さん、昔野球やってましたか。やってました。今やってます。今やってます。気持ちは。 だって夢はプロ野球選手ですもんね。はい、そうです。<laughs> 僕の夢はプロ野球選手です、<laughs> 一度でもプロ野球選手になれればそれでいいです。<laughs> あ,あ、もうすごい。なんか野球、なんかもう甲子園の話になっちゃってるよ。あ、れ？<laughs> 何の話だっけ？オリンピック、オリンピックだよね。今日のテーマ。あれ、なんで風なのせいだな。オリンピックだよね今日ね。これ風なか。風な。風なから来たな。<laughs> いや、すごいです。オリンピックう何の試合が一番あれ内村航平言いたかったびっくりした、何々々。内村航平が何ですかイヤホンしてないからわかんないんだよ、あんたは。はい、皆さん、こんばんは。はい、え、ジョタケです。よろしくお願いします。イヤホンっていうか、ヘッドホン。ヘッドホンしてないから来たのもわかんないんだよ、これ。はい、はい、はい。えそうでした。はい。ヘッドホンしてくださいよ。はい。お茶も返しなさいよ、いい加減 はいえー、私が来たから、えー、映画の話をしたいと思いますよろしくお願いします、はい、この人が来たら映画の話をするんですはい、はい、そうですねはい。 まあ、今日の本殿に入る前にです、ねまあ、ちょっと映画の話ってい言ってるの、ね、に映画の話でちょっとずれてしまうんですけれども早速ずれてしまうんです聞いてやってくださいえっとです、ね、今週の8月9日の火曜日ですね AKB48 グループ NMB48 っていうのがあるんですけれども<お> NMB48 のメンバーでありますミルキーこと渡辺美紀さんが、まあ、卒業公演をしまして、うんまあ、卒業はしちゃったんですけれども、うんまあ、このミルキーっていうのは 私にとっての一番 AKB48 グループの中で一番好きなメンバーの人ーマジですか？はい、うん、そうです。メンバーの一人で。メンバーの一人です。何人もいるんですね。もうもう200人とかも300人近くいるもう大状態ですからね<も> AKB48 グループ中、うん、の中で一番好き。 その彼女がもう卒業しちゃったっていうのが結構もうショックで、<ー>まあもう本当に NAB48、創世紀、まあ、2011年,年に NAB48 っていうのは発足したんですけれども、その1期生のメンバーなんですよね、渡辺美幸さんっていうのは。んの最初からいるメンバーで、ちょっと写真も、彼女の写真もあるんですけれども、これが渡辺美幸さんの写真ですね、えっと。右から3番目が渡辺美幸さんです。 あかわいいかも。あご存知ですか赤い靴下初めて見ました。赤い靴下ちなみにこの写真は自分が撮りました。自分が撮った写真です。いマジであこれレッドカーペットだ。すごい。指さして指さして。右から3番目。右から3番目。右からて番目。もうちょい近く行けるそう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 。もうちょい行こうか。はい。顔見えるか。そこはいはい。ちょっと。 ピント合わせてピント合わせてピント合ってないよちょっとみんな沖縄の怖い話みたいになってるからミルキーの顔知りたかったら渡辺美幸さんで検索してください検索してくださいこの子どううういいかとも ホーティエットグループ史上で1番目の、まあ、鶴って言われてる方で、鶴氏。鶴氏。はい。もうファンを虜にする。鶴氏はこのツイキャスに今映った方ですか。だって沖縄の声。今、なんか沖縄の声は西みたいな。あ、そうなの。まあ、それは、そういう現象が起きて、そういう現象起きて。まあ、今の絵は大したことない。大したことない。それは、え、絵心の問題ですか。画力の話ですか。大したことない。ちょっと怖かった。巨乳だよねって言ってますよ。まあ、見る。あ、巨乳なん。見る ミルキーだけに、どちらかというと、山本さやかさんですね。あ<ー>、一応、去は。そうです、ね、N. M. B. 4 8の人には、もう一人、山本さやかさんっていうのがいるんですけど。この方は、もう、本当に、そう、N. M. B. 4 8ーティだから、そういう卑怯なくす存在で。うん、エースなんですよね。おっぱい、うんうん、おっぱいも、おっぱいもでかいです。でも、ミルキーさんの方は、それほど、おっぱいは。 ないんですけれども、ああだけど可愛い,いんですよ、ね、とても。可愛い可愛い,い。<ー>なんか自分写真集を持っていくぐらいの方ですからね。でそのミルキーさんが卒業しちゃって、<ー>今後の NBA フォーティエイトはどうなっていくかっていうのもありますし、また彼女自体あの。 インスタグラムとかもやってるんですけども<ー> SNS で投稿した写真とかも全部削除してるそうなんですよねで全部削除してで芸能活動もやらないみたいなこと<っ>報道もあったので<ー>今後本当にどうなっていくのかもうそのまま引退するのかまた新たにまあ女優としてスタートしていくのかも分かんないですけど、まあ、彼女自身あんまり女,女優になりたいとか、まあ、そういったことをインタビューで言ったことがないので<ー>本当に芸能活動をや引退してしまうのかなと<ー>彼女も映画自体もあまり出ていませんからね理由もそんなにに明確にせず はい、卒業したいって言ったうです、ね、はい、これは、どうなんですか。はい、あの、秋元さんが決めることなんですか。ま自分の意思で決めて、秋元先生と、相談して、うん、それで卒業とかいうパターンもありますし。うん、まあ、恋愛しちゃうと、まあ、そこ解雇ですからね。ああ、そっちか。はい。 恋愛しちゃうのかな。この前飯食いに行った気がしないでもない。<laughs> あの,のミルキューさんはあれですから、あの。ホーティエットグループの中でも屈指のエロさを誇る。もう痴女って言っていいレベルのす、ね。ああ、そうなんだ。じゃもう。一回飯行ったら襲われるぐらい。えー、まあ、おそらくそうかもしれないですよ。はい。まあ、そういう方が卒業しちゃって、すごく悲しいんですけども。まあ まあその中でまあ今日のまあ本題に入りたいと思います。はい。あそうでした。忘れてたすっかり。アイドルのコーナーかと思ってた。忘れそう私も映画のコーナーです。はいえ今週はですねまあオリンピックが今日まあ見るテーマなのでまあオリンピックに関する映画をご紹介したいと思いまして。そんなもんあるんですか。はいオリンピックの映画当然いっぱいありますよ。その中で今日ご紹介するのがまあ東京オリンピックっていう映画です。うん。まあ東京オリンピックご存知ですか東京オリンピック。東京タワーなら。 東京オリンピックですよ <laughs> 1964年に開催されたいやいやいやあその時のはいでその1964年に開催されたオリンピックの模様を記録した、まあ、ドキュメンタリー映画ですよへえすごいこれはす劇場公開版とディレクターズカット版っていう2、まあ、種類のバージョンが存在して、うん、まあ劇場版は170分でディレクターズカット版が148分っていう通常ですとディレクターズカット版の方が長くなる傾向があるじゃないですかでもこの映画は珍しくてディレクターズカット版の方が短いんです、うん、というのも、うん なんか劇場公開版は本来自分がやりたくなかったものであった,あったそうで監督の市川紺さんがで,で政治的な理由とかでもなんか本当入れたくなかったシーンとかも入れざおれなかったとかなんかそういったこともあったみたいで、うん、でもディレクターズカート版の本が本来私に近い形だみたいな感じでまあ作ったのがディレクターズカート版なんですけれども、うん、まあこの東京オリンピック自体も結構不思議な映画で、うん、まあドキュメンタリーっていう形を一応撮ってるんですけれども、うん、なんか芸術映画を見てるような,なんか感じになるんですよね。 へなんか冒頭から結構面白くて、うん、すごい廃墟になってるビルとかを鉄球で破壊する破壊っていうかまあ解体するシーンから始まるんですよねで、うん、破壊して解体するシーンから始まって、まあ、結構映画的には結構時系列に沿った構成にはなっているんですよね、うん、もちろん開会式のシーンがもちろん冒頭から始まりますし、うん、でもこの開会式のシーンから結構驚くんですよね、うん、なんかオリンピックの開会式今年のリオオリンピックの開会式ご覧になりましたか見見ててなないいですか、うん でも今までのオリンピックの開会式を何か見たことありますよね。聖火ランナーでもそうですし北京とかあとロンドンオリンピックとかもありますけど。ダニエル・クレイグさんがオリンピックの開会式に登場してそこからエリザベス女王が出てくるっていうそういうきな演出があったんですけどもこのオリンピックの開会式と見ていて分かると思うんですけど選手が普通にスマホとか持ってて撮影とかしてるの分かりますかスマホとか持っていったりカメラを持って撮影していったりとかすごい選手の場合は。 撮影している黒ルなカメラにキスする選手とかもいたりしますから、えー、それぐらい緩いんですけれどもうん、うん、でも東京オリンピックはそうじゃないんですよね、うん、これ写真があるんですけれども写真があるんですか、はい、東京オリンピックの写真なんで写真があるんですかこれ東京オリンピックを見ていて分かる自分で撮ったんですかこれもこれも整列していますよね <laughs> らもう綺麗に並んでますよね甲子園じゃないですか、はい、もう甲子園ですよこれ学校の高校総体の開会式ですよねこれ本当に これオリンピックえ世界の選手がそうです世界の選手がこうやって並んで歩いてるんですよえもう皆さん成立してて並んでてまるで北朝鮮のそうみたいなパレードみたいですよね皆さん買ったじゃあ決まりがあったってことですかだいたいなんかあれみたいですよ九十年ぐらいのオリンピックから緩くなったみたいですよへー しかもまたこういう写真見てわかるように昼間じゃないですか今って昼寝になったら死にますよね熱中症になりますよ絶対昼間に開会式をやったらしかもオリンピックの開会式って200ずの国とかが国と地域が集まりますからどうしても4時間以上かかっちゃいますよね4時間も炎天下の中にいると多分選手死亡しちゃいますからねそっかかだだら夜やるん絶対夜やった方が気持いいですし涼しくなりますからまた夜になるとなんか花火の演出とか光の演出とかもできるので。 だから夜の方がやっぱり華やかでもありますし、うん、しかも皆さんオリンピックの開会式は大体,大体映画監督が演出しますからねああマジか、はい、マジかそういうのがあるのかそうですねえダイナマイトがダイナマイトやってほしいですね次の2020年,の <laughs> 2020年にでもおそらく沖縄のセーカーランナーで何か映像制作に関わったりとかするんじゃないですかね絶対セーカーランナー沖縄に走ると思うのでおお、うんはい 2020年、まあ、2019年頃かな、せから。だから、その時にもしかしたら何かしら戦うから可能性がやっぱりゼロではない、ね。西田さんとかあと大城さんも可能性はないじゃないですか。もしかしたら聖火ランナの持ってるかもわかんないし。<laughs> えぇ、そうか、<年>だから俺はトリムマラソン去年走ったんだな。なんか急に降りてきてトリムマラソン走れみたいな。 マラソン嫌いなのにみたいな。聖火ランナーのために。あ、聖火ランナーし体、だいたい、だいたい五百メートルから、その程度ぐらい。短そんなに、多く走らないんだ。<laughs> 普通にいけるわ。<ß い respectful> 普通に行けるわ。<laughs> あん練習しなくてよかった。<笑><笑>まあ、だいたい二三分で終わるぐらいの距離なんで。<ー>そうですか。<laughs> <laughs> じゃあ、全速力でいきますか。<laughs> あ、でも、あんまり、せか成果を持って、全速力で走る人はあんまりないですよ。いないですね。はい。今年の成果ランナー、リオオリンピックの成果ランナーの選手だって、あの、アテネオリンピックで、なんか、スコットランド風の男に。なんか、邪魔された、マラソン選手、いたの、ご存知ですか。<ー>ええ、リマっていう、デリマさんっていう、あの、ブラジルの、せ。 マラソン選手がいるんですけども、うん、アテネオリンピックでもう金確実だ,だろうっていう最中になんかいきなり好きな男<あ>の,の人から邪魔されたっていうその方が聖火の火をともしたんですよね。うん、あなんかなんと ああやってなんか邪魔された選手がもうブラジルでなんか英雄になってるんだみたいなしかもその方が火をともしてくれたんで僕感動しましたけど、うん、僕最初はペレがやるのかなと思いましたけどね、うん、ペレとかあとジーコさんとかね,ねやると思ったんですけどそのデリマさんに火をともしてくれたおかげでこのアテネでの多分傷ついたと思うんですけどそれがもう一気に解消されたような感じで僕感動しました、うんうん、でもうこのちょっと話が東京オリンピックからそれてしまったんですけどもこの東京オリンピックはちょっと見てみると あのあれですよ、やっぱり昔だからかもわかんないですけれど、なんか選手の競技のしている模様とかが、なんか雑だなって、なんか思ったりとかしますよ。えっと、この映画を見てると、雑って言い方も変ですけれど、なんか、体力ねえなみたいな、やっぱだから、新記録だって、毎年出てますもんね。 あれ、うん、とこ,これこの,のこの人、本当にオリンピックの選手なのって思いたくなるような今見たらですよ、うん、多分あの当時だったらみんなすごいかもしれないですけどだから本当になんかマラソンで倒れそうになるような選手とかって最近の局面じゃないじゃないですか東京オリンピックのこの映像では思い切りそういうシーンとかもあったりして、うん、でも逆に今見ているとスポーツって本当に過酷なんだなってい感じもいっぱいしますし。うんうん、はい またこの映画は本当にな芸術的な観点とかもすごくて当初はこの映画、まあ、監督はあの犬神樹の一族とかを作った市川崑さんが作ったんですけど、はあ、まあ当初はあの黒澤明さんにオファーがあったそうですからね、うん、でも結局彼は赤,い赤いひげが忙しくて結局できなかったんですけども市川崑さんはこの映画を作るにあたっていろいろ考えたそうで。 ななんんか脚本が存在すするみたいなんですよね<え>普,通普通オリンピックの記録に脚本ってありえないじゃないですか,、うん、なんか脚本をあらかじめ書いたような状態でそれに沿ってな,んかなるべく作っていこうみたいな、えー、でそれからまたいろいろ付け加えて,てみたいな作ったらしいんですけども、うん、とにかくか芸術方向になんかやろうみたいな感,感があったそうで特にこのオリンピックの映画って他にもたくさんあってドキュメンタリーは。び、えーえー、びっくりした <laughs> びっくくりりししたたね <laughs> <気に> <laughs> は<ぁ> <laughs> なんか、あのテーマよりテー、テーマより真剣に話した気がする。テーマへ。そうですね。まあ、続きは僕が話しましょう。はい、オリンピックという、まあ、映画は。はい、ええー、世界中に他にもいっぱいありまして。うんうん、あのー、まあ、見ました。見てない。いいない。一つも見てない。はい、じゃ、あもう話になりませんね。告知<おー> <laughs> <laughs> に行きましょう。はい。お願いします。えー、プロジェクトナイン、告知。緊急告知でございます。はい。 8月14日日曜日上映会ライブを行います<ー>上映作品はプロジェクト9初のコメディヤ宿カりの嘘と「うん、トラウマナイト2015ラストアクト」でございますライブは宿カりの嘘の主題歌を歌ってくれた日な子さん、うん、場所は那覇のバンターハウスで行いますい 1> 第1回が17時から19時 2> <い>第2回が19時半から21時半 のそれぞれ2時間ですね。チケット前より2000円、ワンドリンクオーダーとなっております。ひなこファンの皆さんもプロジェクト内ファンの皆さんもそうでない皆さんもぜひお越しください。はい。っいうことお願いします。ああ、出せたよ。はい。うん。じゃ本当急ですよね。本当急ですね。明後日だ。明後日ですよ。わあ。もう。あれですよ。まあ僕も出させてもらってるんですけど。はい。行けないと うん、う予定入れちゃってたんですよ <laughs> 14日はだからさホント気あなたもですかはいあ,あそうですか,だからえ神崎さんもいないですよ <laughs> これ主要キャスト誰もいない <laughs> いいのひなこちゃんがいればひなこちゃんそうだねひなこちゃんがいればいいああ前回ひなこちゃんいなかったからねいいひちゃんあとひなこちゃんのファンさえいればいいと思うあ確かに確かに,確かに,確かにあとともりさんがいればなんとかなる ともりさん、あとともりさんがいればなんとかな。るともりさんは俺らがいなかったら文句言うんじゃないの。怖いけどなんで出てるのにあれなんかいないのか。フェイスブックでちゃんとコメントしてきましょう。はい。俺たち第一回行ったからね。はい。ちゃんとね。行きました。一回はね。行った行った行った。シアタードーナツで。うん。まあ後の告知いいっすか。あとはうんいいっしょ。あいいいいじゃん。プロジェクトないんで検索何？あのトラウマナイトやるじゃん。 9月にトトラナイります9日にトラウマナイトはいトラウマ R ソリッドとトラウマ R サイコ両方チェックしてみてくださいはいこれは蔦屋にあります僕らも2人ともね違う作品ですけども出させてもらって今回トラウマナイトは豪華キャストで挑んでおりますのでまあまあまあそこだけ見てもらってもね いいいのかなと思ますあと制作人の頑張りこういうところそこういうところを意識して見ていただけたら楽しめるのかなこの撮影がある中一人は現場から逃げ出したとかそういうことを想像しながらあるないは誰のことかねあるないは置いていてですよはいあとですね僕らも9月の10日11テンプス館でありますねあるんですけど 一向に告知に乗りませんな。<台>これは一体どういうことなんですかね。<laughs> <た>これはまあまあ、まだ大丈夫かっていう判断ですかね。はい、あ,のあの、はい。はい。ちょっと貯めておきましょう。わかりました。詳細ください。詳細ください。<laughs> そもそも詳細がない <laughs>、まあ。まさか。関わってる人からそういうこと言われるとは思わな、ねはい。ええ、大塚健治さんが。東京オリンピック閉会式の入場は急遽アドリブ。 えー、各国入り混じって入場されたと思います。あ、そう、沖縄来てやってたら、ぜひ。見に来てください。ね、はい。<laughs> 待ってま,す,待ってます。お疲れ様でした。お疲れ様です。すごい,いや、まあ、なんとなく、もちろん。すごい。<laughs> いや、本当テレビ版のトラウマのやつとかも。 かなりとと思ってるんですけど。ああ、一分でこれ作ったんですよ。この口。<laughs> <は>なるほど。フェイスブックからコピペっていう。フェイスブックから公表してるんですか。これは。<laughs> もうやべ間に合わねえと思って。はい。いまはい、安住です。